ボンジュール、ジュマペル、ミサキ・イワサ、アプレモア、ワサミン。はい、ということで、今回またジャパンエキスポに出演をさせていただくことが決まりました。イエーイ。はい、もう3年連続でフランスに、お邪魔することができて、皆さんに会える機会をいただけてすごく嬉しく思ってますし、今から本当に本当に楽しみでたまりません。早く当日になってほしいなと思います。また今回も、お着物の良さだったりとか、日本の伝統的な音楽演歌の良さをですね、フランスの皆さんに知っていただくために、行かせてもらうんですけれども、ステージでももちろん演歌を歌わせていただきます。ぜひぜひ一緒に演歌好きになって帰っていただけたら嬉しいなと思います。頑張ります。お待ちしてます。では皆さん、当日会場でお会いしましょう。アビアントアジャパンエキスポ。